チャールズ、ゴーストクラブで新しい話でも聞いたか？ああ、もちろんその通りだ。最高。バークリースクエア50番地だ。4階建てで看板には危険につき立ち入り注意と書かれている。住み着いている存在について数々の逸話がある。幽霊屋敷としての初期の報告は、使用人に殺された幼い少女の霊が出たというものだ。少女の霊は屋根裏の窓に現れ、その小さな手を苦痛と絶望の涙で濡らしたという。他の噂では屋根裏に若い女性の霊が出るという。叔父の乱暴から逃げようと最上階の窓から飛び降り亡くなったそうだ。亡霊は叫び声を上げ窓の口からぶら下がっていたという噂もあるぞ。この建物は一時期ミスター・ジェームス・ジャスパーが所有していた。聖火隊の指揮者で古巣中国者だった。老いのエドワードはミスター・ジャスパーの教え子で美しく可憐なローザという女性と婚約した。しかしエドワードは謎めいた状況で失踪し、ジャスパーも行方がわからなくなったのだ。身内を失った悲しみが彼を愛人の腕へと戻した。お前はいい馬だな。ん？行こうか。ここは空き家だが、夜になると恐怖の叫びや鐘の音、何かがぶつかり壊れる音で騒がしくなるらしい。確かに不気味だが、これはタイヤのチューブとバルブで簡単に作り出せる現象だ。話によれば、若い男が屋根裏に幽閉され、外とのつながりはドアにある小さな穴だけだったという。その男は孤独の中で正気を失って衰弱したそうだ。どうも全ての噂がある一つの部屋を指しているようだな。ただの風、それだけだ。これはどうだろう。君があの笑い声を調べに行く間、私はここで待っていてもいいだろう。別に言うなどはしていないぞ。こんな空き家で何をしていたんだ？関係ないだろ。早く言わないとひどいぞ。分かった分かった。宝探ししてたんだ。秘密の通路の鍵を見つけて。秘密の通路？そう、50番地の家には秘密の通路があるんだ。ほらこれあげるからもう話して。鍵がかかっている場所を見つけたが、肝心の鍵がない。運がいいな、持ってる。なるほど、こういう仕組みか。まったくがっかりだな。この家からさっさと出て行け。下がってろチャールズ。最初you
噂は否定されてしまったな。バークリースクエアに亡霊などいなかったのだ。罪悪感と薬物で正気を失い、殺人に走った哀れな魂がさまよっていただけだ。だがこれはいい小説になる気がするぞ。死ぬ前にもう一本傑作が。